さあ、ということで小川誠への100の質問、はい、どんどん続きいきたいと思います。いきましょうか。はい、続きまして、はい、好きな動物は犬、やっぱり犬。苦手な動物は、苦手な動物、はい、え、苦手な動物え、蛇とか爬虫類とかいけんすか。蛇とか別に普通に触れる。いや、触っていいやつだよって言ったら触れるかも。すごー。だから昆虫とかの方が嫌です。あの、まあ一応でも昆虫も動物扱いだとしたら、あ、だとしたら昆虫、虫とか嫌だかも。カブトムシとかもダメですか。カブトムシはいけますね。けどムカデは触れません。いや、ムカデは多分誰も触れない。触れません。あの、でもセミとかはさ、はいはい、子供の頃は捕まえたりとかできましたけど、はい、ちょっと無理です、セミとかも。カブトムシとかクワガタとかいけるかな。好きな色は。色？あ、青。あ、これはもうね、これは常々言ってますもんね。はい、青です。好きな季節は。あー、もうダントツ夏。あ、そうなんだ。ダントツ夏です、私は。ひまわり好きだし。ひまわり好きだし、うん、誕生日は秋なんですけど、秋ってなんかね、寂しくなっちゃうの。へぇー。なんか寂しくなりません？夕焼けの感じとか。僕は秋一番好きっすよ。ま、過ごしやすいですけど、うん、一番テンションが上がるのはやっぱ夏です、私は。行ってみたい場所は？今行きたいって思ってるのは韓国。へぇー。韓国行ってみたい。一回だけ仕事で、うん、舞台で一回行ったことあるんですけど、ほんと弾丸すぎて、何にも観光できなかった。全くできなくって、今ちょっとそのまた私韓国ドラマとかにハマったりしてるので。なるほど。韓国行きたい。行ってよかったなと思う場所は。でも、まあ、世界で言ったらやっぱニュージーランドは本当その、まあ、住んだ感じになるんですけど、はい、留学しなかったら自分がその国を選んでたかってあんまりわからない国だったので。ニュージーランドに行けたことはやっぱでかいですね。うん、いい国だなと思います。最近買って良かったものは何ですか。最近買って良かったものね、なんかある。わ、だからもう基本ベーグルとかしか自分がこう買わない。ちゃんとこう探しに行ってまで。どういう生活してんすかっていうところで言うと、いろんななんか最近また新しいところのベーグルをいろいろ調達できたっていうところかな。へえ。最近欲しいものありますか。あ、最近はあれを今見て探してます。あのソーダストリーム。おー。炭酸、めっちゃ炭酸飲むんですよ。はいはいはい。だからいつももうあの500のペットボトルの箱で買ったりするんですけど、でもそれを前なんか結構買うんだったらもうソーダストリームの方がその場で作れるし、うん、なんかお金的にもいいよなと思って今結構ソーダストリームを見てます。いや、これ動画で言ったらもしかしたらファンの方とか買ってくれるかもしれないです。あら、そんなつもりではないんですよ。でもソーダストリームはちょっとね、もうめっちゃ調べてます。なるほど。はい。得意料理は何ですか。得意料理はね、煮物系は結構失敗しないなと思いますね。かぼちゃの煮物は得意だし、はい、あと肉じゃがとか、あとね、豚キムチとかも結構作る。ほう。とか、あと肉豆腐とかも。肉豆腐作る。作ります。つい最近も作りました、肉豆腐。好きな家事は。洗い物。おお、そうなんだ。洗い物。一番嫌いなのは掃除。あ、掃除機。掃除機ぐらいはいいですけど、なんか、シンクのさ、なんか、水垢とかさ、髪の毛の詰まり取ったりとか、うん、ああいうの嫌いです。あ、そうなんだ。そう、苦手。やんないといけないけど、うん、ちょっと見てみないふりすることは結構あります、私。読書は好きですか？めっちゃ好きです。読書は好きですね。最近なんか読んでよかった本とかは？最近は、最近おすすめとして友達にプレゼントした本があって、ちょうどね、ここにも置いてあるんですけど、あれ、これね、この本めちゃくちゃいいよ。へー。これはもうほんとベストセラーになってる本で、絵本なんですけど、もうほんと子供から大人まで楽しめる。これ私も家に一冊あって、ほんとにいいのこれ。なんていうタイトル。僕、モグラ、キツネ、ウマっていうタイトル。すごいな。これいいですよ。これ気になった人読んでほしいの。続きましていきましょう。はい。車は運転しますか。します。あ、東京ではできないですけど、新潟に帰った時はします。どうですか、得意だと思います？自分で。全然得意じゃないです。怖いな。全然得意じゃないですけど、新潟は道も広いですし、駐車場も広いですし、まず車の量が全然ないんですよ、
だから運転できます私でも。なるほど、はい、ジェットコースターは得意ですか？大好きです。ずっと乗ってたい。もう絶叫系なら何でも。はい、割といけますね。逆にあのホラーの方が無理。ああ、お化け屋敷の方が。続きまして、お化け屋敷は得意？嫌です。本当に嫌です。なんでそれ、怖さの種類が違うってことですか？怖い、お化け屋敷急に追っかけてくる来たりするじゃん、人が、はい、本当にあのカチンってくる私。あー、そっち系だ。やめてよって思う、本当に。もう追いかけてこないでって思うし、もうなんかだから乗るディズニーとかだったら、ホンテッドマンションとか、ああいう何かに乗って移動させるんだったら、ずっと目つぶってたらいいからいいんですよ。意味ねだけど、歩いていく式のあのお化け屋敷は苦手。無理。うん、結構嫌だ。カラオケでよく歌う曲は？あー、カラオケ自体あんま行かないからな、私が。うん、もし行ったら、じゃあ、行ったら、何を一番最初に歌う？でもやっぱなんかそのハロプロ系にはなってしまいますね。持ち歌歌うんですか？の方が、なんか最近の曲とか全然わかんないですし、ってなったら自分が知ってる曲ってなったらそっちばっかりになっちゃうから、うん、その中から選ぶことも多いです。昔の曲も歌うけど、最近の曲の方が歌わないかも。なるほど。歌えないかも。歌謡曲で昔の曲とかなら歌うってこと？うん、はい、歌ったりします。部屋とワイシャツと私とかさ。うわー、世代だ。 そこら辺まで遡るかも。なんかあなたとか、はいはいはい、そこら辺の曲結構好きで。結構一世代前ですよね、小川さんからして。そうです。あのほら、プリンセスプリンセスの M とか。 M とかいいね。は歌ったりしますね、酔っ払うと。酔っ払う。スイッチ入るとそこら辺を歌います。好きなテレビ番組は？今？今でしょうね、これは。おもうまい店。あー、はい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 、はい、面白くて美味しいお店のやつあるじゃないですか、はい、あれ結構好きです私。おもうま系とか、あとはフードファイト系が好きです。あ、そうなんだ、うん、そういう食べ物系が好きです、見るんだったら。好きなドラマは？昔になっちゃうな。日本とかだったら別に韓国ドラマでもいいですよ。韓国ドラマだったら今私イ・ドゥムクさんシリーズすごいハマってて、最近見た中ではやっぱトッケビっていう、多分有名だと思うんですけど、トッケビっていう韓国ドラマ楽しかったです。それ見てちょっとイ・ドゥムクさんっていう俳優さんがいるんですけど、その人にハマりまして、はい、そのシリーズを今ちょっと見てる段階です。いろいろ昔の日本のドラマだと、101回目のプロポーズとか、ロングバケーションとか、なんかそこら辺。あー、もうドメジャーなやつね。そこら辺好きです。で、好きな映画は？パッて出てきたのはチョコレートドーナツって舞台にもなったやつ知ってます？はあ、なんか聞いたことあります。それの映画はすごい、私今でも結構印象に残って、それ買ったし、自分で DVD も買ったし、チョコレートドーナツ見た時は結構衝撃で、うん、その作品はすごい好きですね。好きなアニメは？セーラームーンとか見てました。見てました、うん、ドラゴンボールとかワンピースって女の子見ないですか？あ、私そっちはあんま見ないんだな。あ、だから鬼滅は見ましたよ、はい、あの無限列車の前まで。お、見たんだ。見た、その流行ってる時に。でもそこまで見たのに映画を見に行ってないというタイプ。好きなキャラクターは？あ、好きなキャラクターはなんか私統計取ると結構黄色いものが好きなんだなって思います。ミニオンとか、スポンジボブとか、なんか正統派でみんなが可愛いねっていう、なんかさ、キティちゃんとかそういうんではなく、はい、アメコミ系のキャラクターが好きです。なるほどね。うん、あとはあのミスターポテトヘッドとか、おー、そっちが好きです。アメリカンですね。はい。好きな方言は？あー、でも昔から思うのは私結構関西弁好きですね。好き。うん、関西弁は女の人も男性の人のも好きです。可愛いなって、女性だったら可愛いなって思うし、男性だったらなんかとっつきやすいじゃないですか、うん、フレンドリーで、はいはい、関西弁好きです、昔から。地元の方言は有名な方言みたいなのあります？あんまり、なんかだからなんとかだこってみたいな、なんかこって、うん、そうだこってとか言いますよ。だすけさとか、だからおだすけとか、だすけ、うん。でもそのやっぱ地元の人といないと出ないです。そういうことですね。初恋は何歳？初恋何歳だろうな、多分保育園ぐらいの年齢だと思うんですよね。好きな子いた？うん、なんか先輩、同じ、同じ保育園の2個か
2個ぐらい上の保育園ってあんま先輩って言わないですよ年長さんみたいなことじゃないですか。あ、多分それぐらいな記憶があります、ちょっと年上ボーイだった。付き合うなら年上、同い年、年下。うわー、年下には私あんまり聞かれるっていう気はしないんですけど、なんか自分が頼られたいっていうよりかは頼りたいタイプだから。そんな男前なのに。男前じゃないからだからどっちかというと年上に惹かれる傾向の方が多いです。私はズバリどんな人がタイプ今ですよね。今、はい、でもなんか私自分の中でのこうタイプとかいろいろこう統計取った時に、はい、必ずなんかこういうとこにあ素敵って思うのがあるなっていうのにあったんですけど、見つけたんですけど、うん、ちょっとね、色っぽい人。色っぽい人、ちょっとセクシーな、なんかちょっとそういう色気がある、ちょっと影がある、色気があるみたいな人に多分惹かれがちだなって思った。こう、統計取ったら。なるほど。ちょっとその、うん、ちょっと影があって。性格とかじゃないんですね。あ、性格だったら、性格だとやっぱ誠実な人がいいな。なんか真面目な人がいいです。真面目な人、ね。うん。なんか。真面目で色っぽい人います？え、いてよ。いてよで、そこは。今、恋人いる？いないわ。どういうことだよ、本当に。どういうことでしょうね、ただの質問だから。いないんだよ。どうしてくれんのよ、本当に。もう36になんのよ、こっちは。ちなみにこれで何問ぐらいだと思いますか？さっきで。あ、じゃあこれでさ、50じゃない。あ、正解。ほら、もう疲れちゃった。まだ半分ですよ。声がガラガラしてきたよ、なんか。なんでこんな張ってんの、私。じゃあまだまだ続きますね。はい、頑張りましょう。ひまわりベーグル、パンパンパン、オタクなヘナギだ、ポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。